久保さん、今回、奥、奥、お内へ深く入ったところ、奥、奥にしましょうか。奥が深い、みたいなね。奥深い,い。はい。まあこれはね、やった人は、やればやるほど、どんどん、奥が分かってくるっていうね。久保さんもやればやるほど、あ、アフリエイトってこういうことか、とかね。あ、こうやって情報発信するんだとか、こうやって動画撮るんだとかね。あの、うぐい、うぐいスパンでも商品売れんだな、みたいなね。 やれば、いろんなことをやればやるほど、その、何が大切なのかとか、なんか、奥の深い部分ですよね。が分かってくるんじゃないかなと。逆に言うと、やらないと、まあ、浅いとこですよね。だから話を聞いても浅いところしか受け取れないっていう。でも、やればやるほど、あ、分かる、確かに、ってなるんですよ。でも、やってないと、ふーん、みたいな浅瀬なんですよね。 あ俺も泳いだことあるよってみな。わかるわかるみたいなね。<laughs> やった人しかわかんないっていうね。<laughs> うん。だ奥深い人生っていうのは、いろんなことを突き詰めてやった人は、あのー、まあ、器がでかいみたいな、あのー、言葉もありますけど、多分、突き詰めた人は奥が深いんじゃないかなと。うん。奥が深いから、その道の先に奥が待ってるってことですね。行ってらっしゃい。